落ちますね。鉛筆の汚れと相性は結構いいです。今回は息子の勉強スペースの掃除をしていこうかと思っております。次ですね、こちらの床行きましょうか。床もですね、汚れが気になるところがありまして、こういった鉛筆の汚れですね、床も。こういったところとか、こういったところですね。床の鉛筆汚れは、先ほど使いましたシャボンナブク30倍希釈液を吹きかけて、少し置いた方がですね、落ち良かったですよね。そして同じくですね、洗って使えるペーパータオルで拭いていきます。落ちますね。うわ、すごい汚い。見た目以上に汚れてますね。はい、拭き終わりました。ペーパーが真っ黒になりました。次はこちらの布巾でですね、水拭きしていきます。水拭きをしたらマイクロファイバークロスで空拭きをしていきます。はい、これで床掃除も終わりました。あとはですね、後ろのクロスの掃除ということになります。もう一度お見せしますね。ここですね。はい、では始めていきます。先ほどのカウンター前のクロスの掃除の経験を生かして、超人たわし Z は使わないで掃除をしていくことにします。まずはシャボンナブク30倍希釈液をスプレーします。垂れていくので長く放置ができませんので、もう拭いていきますね。スコッティの洗って使えるペーパータオルで拭いていきます。落ちますね。鉛筆の汚れと相性は結構いいですね。消しゴムで落としてもいいと思ったんですけれども、この面積を消しゴムで落とすとなると結構使いますから、カスもいっぱい出ますから、せっかく床掃除しましたからね。だから引き続きシャボンナブク30倍希釈液で落としていきます。今度は少し力を入れて拭いてみます。超人たわし Z だとダメだったんですけども、ペーパーだとですね、柔らかいですからね、だいぶ綺麗になってきましたよね。はい、ではここで一度ですね、カメラを近づけてお見せします。まだ残っているところもありますけれども、薄く黒くなっているところは引き続きですね、シャボンのあぶく30倍希釈液とペーパーで拭いていくと落ちそうな感じはしますね、こういったところとか。ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。